んですけど、こっちより先です。あー、そう、やっぱ違うんだね。なんだ、いいね。ワンそんなことある？そんなことある？向けたら急に、うん、パパ、それで分かってるわ。あるね、さすがだわ。観光地の犬は違うわ。怖いな、うん、分かってるな。分かってるんだわ。あ、これは大丈夫。あ、見てみたらどうですか？と思うじゃん。ホットドッグみたいに見えるでしょ。これね、ご飯なんだよ。なんかさっきのお店はこれしか食べなかったよ。これがね、お米だ。へぇー、上のやつはソーセージなんだよ。これかー。かわいい。おしめいる、おしめいる。おしめいるじゃん。マジでちょっとやべ、かわ。おしめいじゃん。ポーチもあるよ、あそこ。ポーチか。結構便利じゃない？ポーチあったら。もう一個ポーチある。スティッチの下。こっちの方が可愛いな。紙面。さ、可愛いな。これが楽しいだよ。踊る伊達さん。間を埋めています。決まりました。たくさんが踊ってるけど。あー、収納タイムが大事。収納タイム、お腹がいっぱいです。収納がね、ちょっとチャレンジ。いや、ランナーみさみさん、違う、先輩どうぞ。いや、誰かするかなみたいな思ってた。いや、無理だわ。無理だよ。欲しい。あ、スプリ
高そう。ガチじゃん。これしかできない。これね、ゼリーソーダが麦しか飲んだ。あ、これ食べるの。これね、そうです。私が飲んだのが一番上のソフトタピオカミルクで、麦が飲んだのが一番上のゼリーソーダ。え、増えてんだな。増えてますね。あ、ちょっと告知やってくるんじゃないですか。あれジュワーやってくるんですよ。全然空いてるじゃん。ジュワーやんの。てくれるんだ。いい味付けだよね。あ、でもうちなんとかしてなかったんですよ。もう閉まっちゃう。人がいっぱいしてるかな。あ、運ゲーやってる。運ゲー、あ、本当だ。運ゲーじゃん。運ゲーだよ。バージョンじゃねえよ。やりました。やりました。完全なる運ゲー。やったやった。麦が一リンゴ揃えた。1リンゴ揃えた。どうか前するリンゴ。もしかしたシュードーフ。あー、シュードーフ。中豆腐、なんでさ、台湾の人たちは中豆腐を思いついて中豆腐を食べる文化になったのかな。草屋と同じ。草屋と同じです。前から食ったのだよね。なるほどね。1個30円、2個50円。かわいい。誰じゃんか。いちごあんじゃん。これなんで。黄色いのが1個しかない。10時にもうすぐなるところだわ。私勘違いしてた。この時計こっちに合わせたと思ってた。合わせてないから日本11時だわ。あ、焼き菓子の匂いがね。いや、果物もたくさん食べましたね。そうよ。帰ってマンゴー残ってるわ。うまっ。食える気しねえけど。私は食べるよ。串焼き臭豆腐ってなんか新たな発明しましたよか。焼いたやつは結構マシらしい。あ、そうなんだ。串焼き臭、まあでもそこまで匂いしなかった ね。この国はこれ必要だわ。みんな持ってるじゃん。え、ちっちゃい、かわいい。あれ、かわいい。どうなってんの。入ってんの？入ってんの？え、入ってんの？どういう仕組みなの？あ、始まった。え、どういうことなの？照明にさ、魚眼レンズついてんの、すごいよね。そう、それだよね。それだよ。コスパがいいよね。コスパ良くないあれ。そうっすね。普通にアマゾンであるかな。あってほしい。あ、もう終わりだ。終わり。全夜市が終わった。全夜市が終わります。あ、来た。何か360度カメラを。ちょっとマスターソード手に入れた。マスターソード手に入れた。似合う似合う。カメラ360度カメラが一番似合います。似合う。あ、これがね、今話題の小鳥占いですよ。小鳥占い。あ、え、何？小鳥がカードを選んでくれて、それで、なんかそれ知ってる。すごい。ほんまに当たるんかいな。マジなんですよ。そうなるかもしれない。すごい、タロットとかもやってる。いや、占いね。なんか日本だとどうかなって思うけどさ、海外だとなんかやってみたくなる。この不思議は何なんだろうね。はい、終わりです。終わりました。よいち終わった。終わりましたわ。終わった。楽しかった。楽しかったっすね。ということで、はい、最後の夜、はい、終わりましたね。よいちは楽しみましたか。イエーイ。帰りますか。帰ってからファッションショーが残ってるんでね。物をぐちゃぐちゃでやるっていうところ早い。ベッドベタでやるっていう。はい、じゃあ早く帰りましょう。せーの、ぴょんやってない。あ、そうか、やる。せーの、ぴょん。どこに。
夢を見て